でできてんだ。北水館っていうのかな、花鳥館、南山館、南山館、南山館、玄関にあって清涼館、豆腐館、こう複雑にロビー階が5階になって、ここが共通なんだな。あとは上下に客室があると。なんか響くんだ。響くように作ってんだこれ。ああ。へえ。あ、なんかクロワッサンが有名とか言ってませんでしたっけ。なんかあれでもバイキングで焼いてるクロワッサンって言ったらこれかもしれないですね。これかもしれないですね、あそこでやってるクロワッサン。ガチャガチャってなんか最近すごい人気あるけど、へよくわからない。かき氷、あ、かき氷が入ってんのか。こちらの部屋ですね。この807っていうところです。入ってこちらがクローゼットスペースですね。下に金庫があって浴衣もあります。タオルと手拭いは一つずつか、ちょっと少ないな。部屋はこんな感じ。ベッドは2つありますね、一応。あとソファーがあってテレビ台と。でこちらに、わかるかな、ここなんですけど、これトイレなんですね。ちょっと狭い感じしますけど。こちらが洗面、細いだ、結構細い感じ。洗面、あの昔ながらの洗面って感じですね。アメニティはどうなった、あんまりこういったところないんですけどね。歯ブラシがあってっていう感じですね。あとお風呂、あ、お風呂はなんか入りやすそう、すごく。浴槽と、あとは洗い場がちゃんとあるっていう感じのお風呂になってますね。
なんか部屋がすごい暑い。外はどうなんだろう。あ、ちょうどホテルの前に川が流れてます。何川なんだろう。後でちょっと調べてみますけど、あとは普通に山ですね。あ、ちょっとかすかにホテル白平のちょっとだけ見えますね。こんな感じです。夜になりました。川はライトアップするんですね。この前を流れる川は、あのスタッフの方に確認したら豊沢川、豊かな沢の川だったかなって、あの教えていただきました。あちらに行くと北上川に合流するという。まだいろんな果物があったり、 それから肉関係もあるし、はい、とても全種類は取れないぐらい。やっぱりあの窓を開けると虫がね入ってきます。前は川だし、ライトアップしてたりすると虫が入ってくるって書いてありますね。窓はなるべく開けないようにしてくださいと。でこのあの、ホテル白平なんですけど、結構あのいろんな館が建ってて、あのまあ増改築はあったんでしょうけれども、複雑なんですよね。非常に分かりにくいというか、あのちょっと迷って方向分かんなくなってしまうような作りなんですが、重要なのがあの5階がフロントになってるって。入ってきて駐車場を降りて、玄関入ってきたフロアが5階なんですね。ですから5階がこのまあここから入ってくるわけですけど、右側にあのフロントがあるんですが、ここが5階になってて、でここが売店だとかまあいろいろあるわけですね。ラウンジもあったかな。そういう状況になってます。であとは各館、例えば、歌唱館って読むのか、ちょっと正しい読み方あれなんですけど、歌唱館とか東風館とか、清涼館とか南山館、それぞれあって、そこにあの客室があるような形になってます。で私はあの8階なんですね。それからもう一つ、あの3階に行きますと、これ3階なんですが、あのここに光の森という、これが新しくできた朝食会場および夕食会、ビュッフェ会場なんですね。ビュッフェスタイルの料理が出されて、でまあ夜もあのそれなりに料理内容良かったなとは思うんですけれども、朝が美味しかった、特になんか朝は美味しかったなっていう感じします。で料理も豊富で、ご飯とかお味噌汁が数箇所置いてあるんですよね。ですからそこで例えば1箇所しかないと、そこで渋滞して、並んでストレスになるんですけれども、数箇所に分けて置いてあったと思うんですよね。ですからあの渋滞がなくてストレスにならないような置き方、工夫、愛情ある置き方もしてくれてます。それから1階にお風呂関係があるのかな。でお風呂はですね、あの露天風呂、もちろんあの普通に大浴場と露天風呂あるんです。でちょっと私入れなかったんですけれども、いろいろあるんですけども、貸切風呂もありますね、こういう形で。ですからあの
前もって予約して家族で貸し切り風呂を楽しむということができるようなんで、今度チャンスあれば私も貸し切り風呂を楽しんでみたいなというふうに思います。であとはですね、気がついたところはベッドも寝やすくて、まあリノベーションされてて、建物自体は多分古いんでしょう。例えばこういうようなね、少しこう剥げてるような感じの、もするんですね。あとは畳だったりするんですけど、ただベッド自体は寝やすくて、そういうベッドを置いてくれてますよね。あとはエアコンですよね。霧ヶ峰のエアコン置いてありますけれども、これも普通、例えば中央コントロールで、冷房しか今の時期は出ませんとか、暖房しか今の時期は出ませんっていうのは結構古い旅館なんかあるんですけれども、ここは冷暖房を自由にこのリモコンで、操作してやればいいわけで、そうしますとですね、結構強力に効くんで、エアコンはすごく良かったなと思います。あとちょっとトイレと洗面が狭いなと。もうちょっと部屋がそんな狭いわけじゃないんで、もう少しこう通路を広げたり、こう洗面のところの右か左に棚を作って物が置けるようにしてくれると嬉しいし、ちょっとねトイレも前後左右もう一回り大きくしてくれると圧迫感ないんじゃないかなっていう感じするんですよね。でも家族で泊まるにはすごく、ファミリーでね、子供、小さい子供とかいたらとても楽しいんじゃないですかね。こういう風景もいいし、虫なんかも多分カブトムシとかクワガタとかも取れるところ、場所を探せばこの辺りだったらたくさんあるんでしょうね。で料理も美味しいし、お風呂も楽しめるということで、そういう大変いい旅館かなというふうに思います。それじゃあ行きたいと思います。